はい、皆さん始まりました。今回もニコニココスプレクション in アコスタ、撮れる遊べるコスプレイベント池袋から生放送で放送しております。うさこです、よろしくお願いします。そしてりょうです、よろしくお願いします。私服やん。ラジクじゃない、後からね。はい、というわけでですね、今回もですね、撮影スタジオ、ハコスタとコスプレ衣装、キャラクター衣装を手掛けるアコスが、行っているコスプレイベントアコスタの会場からお送りします。今日もね、たくさんの人が、いらっしゃっていて、はい、なんか指示がありますよ。どうしました、なんすか。はい、リョウくんマイクが入ってないかも。ちょっとやり直させてもらっていいですね。皆さんこんにちは。ね、あ、じゃあリョウくんのマイクも入ったということで、はい、よかったです。池袋の方から、今回も楽しく放送させていただいております。どこの素人やってきちゃってすいません。本当にガンガンね、リョウくんコメント読んでもらってね、はい、ちょっと盛り上げていこうかと思いますが、はい、じゃあリョウくん早速ですが、うん、恒例の今日のコスプレ衣装の方をね、あ、僕、チェックしていきたいと思うんで、まずじゃあ僕自ら、あ、じゃあうさこさんからいきます。私の方からいきたいと思います。はい、じゃあ立っちゃいましょうかね。あ、はい、やってください。あそこで立つのね。ここです、僕たちこの場で。あー、もうスタイルがいいよ。はい、エッチですね、エッチですね。はい、というわけで、僕はですね、今ワンピースの、本誌の方がとても盛り上がっております。ね、実は三男だったという三女、今日やってみます。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあリョウくんお願いします。はい、今日これちょっとなるべくね、下から折ってほしいんですけどね。はい、私服じゃん。私服じゃねえから。私服じゃん、やっぱ私服じゃないんですよ。これね、皆さんご存知ね、あの A3 っていう七尾太一くんっていうキャラクターなんですよ。今日のコスプレのポイントは、実はこの赤髪が地毛なんです。そう、見て。そう、地毛にちょっと黒エクステをね、つけさせていただいてやってみました。今日は太一くんとして頑張りたいと思います。よろしくお願いします。リョウです。あいやいや、まさかの地毛っていうね。じゃ私服じゃねえから。動きやすいけど。はい、というわけでですね、今回はなんとリョウくん、はい、実はテーマがございまして、うん、ツイッターフォロワー1万人超え、レイヤーの皆さんに集まってもらいました。もう見えちゃってますけどね、こちらの方々ですね。1万人ですよ。1万人なんてもうすごい話ですからね。いやいや、ほんとね、なかなかいないですから。そうですよね、コスプレイヤー1万人超えてる方は。でもコスプレイヤーさんいっぱいいますけど、はい、1万人超えてるっていうとやっぱ精鋭ってことになっちゃいます。相当なね、やっぱね、見た目弱点なく中身のね、皆さんよろしいので。なるほど。というわけで、せっかくりょうくんちょっと一人ずつご紹介してください。行っちゃいましょうか。じゃあまず一人目はこの方です。コスプレ歴5年、フォロワー数およそ2万2000人のルイさんです。はい、じゃあルイくん前の方で今日のコスプレ見せてください。はい、男性コスプレイヤーですね。はい、これはもうでもルイさんといったらもう有名なコスプレイヤーさんですから、じゃあなんだろう、これコスプレの名前と、じゃあ自分の名前と。ヒロアカのトドロキショートのコスプレしてます、ルイです。今日はすごい今トイレに行きたくて、ちょっとそこだけ気をつけて放送を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。緊張してるのか元気がないのかどっちかわからない。それかただトイレに行きたいだけなのかっていうことですからね。はい、気をつけてって、ね。はい、というわけでね、じゃあ続いてのどんどんいきましょう。いきましょう。じゃあ次2人目はこの方です。コスプレ歴10年くらい、フォロワー数およそ3万6000人のゆいさんです。なんか選抜発表された時のアイドルみたいな出てき方する。はい、じゃあカメラさんね。あ、生足だと思います。生足ですよ、皆さん。綺麗、足綺麗よ。はい、今日はガルパンの西住真帆のコスプレをしています。ウィッグカット頑張りました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃね、りょうくんがさ、こうさ、うん、3人目はみたいな感じにしたらちょっとあれじゃない。わかりました。じゃあもうちょっと止めます。行こう行こう行こう。じゃあ
次行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。なんと3人目はいいねいいねいいね。なんとコスプレ歴5年、5年フォロワー数およそ39,000人。すごい。ホリーさんです。どうぞ。これはね、もうホリーさんのはやっぱりみんな、ホリーくんといえばこのキャラのイメージ強いですよね。もう本当にこのキャラ見ると逆にホリーくんって思っちゃうぐらいの、うん、ニコニコ生放送は今日も花丸ということで刀剣乱舞花丸の、とはこのウィークのボリュームですかねということで、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうか。なんとなんと4人目。コスプレ歴は2年半でございます。フォロワー数およそ2万5000人のこの方、クロコキキちゃんです。イエーイ。ねえ、クロコキキちゃんといえばもう超パーティーなどでも同じような方ですから。そうですね。イエーイ。あら、かわいらしい、はい。有名な人ばっかりで緊張してる黒子キキです。今日は小林さんちのメイドラゴントールちゃんのコスプレで来ました。ポイントは自分で作った生姜みたいな角です。よろしくお願いします。セントくん、さっきコメントでもありましたけどね、早速セントくん、これもセントくんだって。生姜みたいな角ですね。確かに生で見ると、あ、言われました。ツイッターで書かれて、あ、生姜みてえだなって。生姜つけてんすかってなわけと思ったんですけど。なわけですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、まあまだこの方いますから、はい、どんどんいきましょう。5人目、コスプレ歴4年、フォロワー数はおよそ5万6000人のナイルさんです。わー、よろしくお願いします。はい、じゃあ足元からお願いします。やっぱね、生足なんですよね、やっぱ皆さんね、素敵なんですよ。はい、今日はエヴァンゲリオンのアスカのコスプレをしています、ナイルと申します。よろしくお願いします。こだわった点はウィッグの色にすごいこだわりました。今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、今ね、僕ナイルさんの声初めて聞きました。素敵な声してるな。ナイルちゃん、あんまね、なんかこういうの出てくれ、出ないですよね。そうなんですね。 あんまり出ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうニココスだから、ね、はい、というわけで最後いきたいと思います。今日はですね、ニココスのフジモンことちょっとニナダンからフジモンってなんやねん。番組を盛り上げてくれる。なんでさ、今日さ、私だけさ、まだ言ってないから。テンチブちゃんじゃないかもしんないじゃん。あ、そうだね。ちゃんとしてよ。テンチブじゃないかもしんないですからね。じゃないかもしんないじゃん。ニココスのフジモンことテンチブちゃんです。ちょっと恥ずかしいんですけど、なんかそっち行くの。はい、はい、天柱部でーす。ちゃんとちゃんと、ちゃんと全身ね。本当に超恥ずかしいな。大丈夫、大丈夫。なんでなんでなんで。ちゃんと見せてよ。でも今日ちゃんとね、今日天柱部ちゃんめっちゃ攻めてるんですよ。攻めてるな。はい、今日は獣フレンズのその格好もその格好でだけ。ちょっと本当に顔が赤くなってるじゃん。本当に照れるのやめて。赤くなってるよ。超恥ずかしくなってきた。なんなの。恥ずかしくなってきた。はい、今日は皇帝ペンギンをやっています。で、弟がすごい皇帝ペンギンのファンなんで、弟からすごいなんか本当にやめてくれって LINE が来ました。逆にやめてくれなんだ。そう。あ、で、なんだっけ本題。フォロワー数だっけ。そう、フォロワー数をね。あ、フォロワー数、はい、私のフォロワー数およそ13万でございます。おーい。え、増えてない。なんか俺最後で見たのもうちょっと低かったんだけど。どうですか。増えてますよ。まあ、およそなんでね。およそ。さすが増えてますよね。さすがやな。最近グイグイ来てますからね。俺もね、テンチムちゃんのツイート面白すぎてね。え、面白いっしょ、うん、じゃあどれが面白い言ってよ。あの加工のアプリをああれね、使わないのと使うのとみたいな。そう、皆さんちょっとぜひ見てください。今日はね、巨乳になるためになんか最初リンゴ詰めたんですけど、なんか重すぎて下がってきちゃったんで、うん、今日は頑張ってヌーブラ2枚ぐらいで頑張ってます。はい、はい、はい、じゃあ戻っていただいてありがとうございます。恥ずかしい、恥ずかしい。普通に歩けないじゃん。いやいや、でもね、獣フレンズで、獣フレンズですから大流行りですから。うん、はい、というわけで、はい、今回フォロワー数1万人超えのコスプレイヤーさんを集めてですね、はい、なんかいろんなこと、失敗談だったり楽しいことだったり、いろいろなお話を聞こうかなと思って集めて、うん、集まってもらったわけですが、うん、ちなみにですね、はい、
僕のフォロワー数は、はいはい、6000台です。え、嘘。一ゴミ。あれじゃん、ゲストのみんなよりもさ、ね、え、じゃあもうここから出てってもらっていいですか。言っていい、ゴミです。ゴミです。それは意外ですね。だから今日はね、なんか逆に僕はこうね、どうやったら1万人超えるんだろう、ああ増やせるんだ、ね、そういうなんか勉強する立場というか、はいはい、なんか1万人超えたらなんかあと勝手に上がってくるらしいね、まあ、とか ね、もあるらしいですし、やっぱこいつすげえみたいな感じでフォローしていく人が増えるらしいんですけど、谷川くん、はい、僕はね、いくつですか。まあ、順番的におかしいんですけど、9万3000円ぐらいですけど、はい、おですけど、僕はね、あのコスプレイヤーという立場から入っていないですし、まあ、ちょっと違いますけど、今9万3000円、まあ、9万3000円ぐらいですね。もうちょっとしたらドカンといくんじゃない。もうちょっとしたらそうですね、いろいろあるからさ。それまた生々しい、いろいろあるからさ。ねえ、なるほど、はい、そんな感じでどんどん稲根さんからお話を、ね、聞いていきましょう。はい、聞きたいと思います。それでは、コスプレ番組ニコニココスプレクション in アコスタ、最後までぜひ皆様お使いよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあどんどんいきましょう。それではですね、最初のお題です、はい、こちら、ツイッターのフォロワーが増えたきっかけ。まあ、きっかけですよね。やっぱそれぞれ皆さんこういうので私いきなり増えましたとか、うん、そういうのがあると思いますので、うん、どんどんお話を聞きたいと思います、はい、それでは最初のエピソードはこちら、ネタ画像。あ、誰ですかこれ。これ僕ですね。お、あ、ルイさん。はい、ネタ画像っていうのはきっかけで、なんか僕もともとコスプレでフォロワー増えてなくて、おなんか犯罪、なんか炎上したの。いや、炎上はしてないです。炎上はしてないです。怖い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 。なるほど。ネタ画像というと、ネタ画像、なんかちょうどなんだろう、あの子の方がかっこいいから俺と別れたの的な、ね、そういうやつ、そんなのがちょっとだけ回ってきた時に、そう、僕も真似してみて、流行ったんですよこれ。天使病知ってる知ってる知ってる、これ超流行って、でみんな撮ってて、あの子の方が可愛いからとか、あの子の方がかっこいいからとか、あーね、このテンプレートが流行ったよね。あ、それぞれ あれか、写りが違くて、それに合うような、言葉に合うような画像。違う、ビフォーアフターですよ。一番最初あの子の方がかっこいいから、一番最後写真見て、あ、オチがあんのね。そう、オチがあんの、ちゃんと。この子が…あ、なるほど。え、ルイさん、こういうことするんすか。僕、どちらかというと、ネタ系ばっかやってるんで、あんまコスプレでツイッター増えたことなくて、ネタ画像とかネタ動画の後にフォロワー増えて、うん、飽きた人がどんどん消えてって、みたいな。なるほど。あれ、この人かっていうコメント言われたことある。ネタだけは知ってて、そう、この人ですよ。この人ですよ、このルイさんですよ。ぜひフォローしてください。はい、なんかみんなまだちょっと硬いんで、もっとざっくばらんに。俺ね、思うんですけどね、やっぱこうさあれだよ、会ってさ、まださ3分くらいでしょ。無理でしょ、そんな息で打ち解けるの。わかりますよ、人見知りだよ、こう見えて。俺もね、ちょいちょいいじりますけど、いじった時にちょっと心がヒュッてなりますけど、でももういいかなと。そうだね、いじっちゃおう。そうそう、どん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 、あなたが一、まあそうね。はい、じゃあ行きましょう。次のやつはこちらです。はい、進撃の巨人。これだーれ。はい、多分僕だと思います。あら、ホリーさん。はい、進撃の巨人といえば、はい、まあ、ちょうど今あの2期が放送開始して盛り上がってるところなんですけど、うん、ちょうどあの4年前にあの1期が放送されて、すごい爆発的にその流行って盛り上がってたと思うんですけど、はいはい、その時にあのちょうど僕も進撃の巨人のコスプレをして、うん、僕あの造形、コスプレの造形、武器とか鎧とかそういうの結構作るコスプレイヤーで、そうなんだ、まあ、これとかも自作なんですけど、お願いします。すごいですよ、はい、え、マジですか、本当にすごい。なんかね、画像があるみたいなんで、はい、ちょっと見てみましょう。はい、そう、その時に、そうなんです、クオリティ高い、アニメ放送して、うん、もう2週間ぐらいで、はい、ちょうどニコニコ超会議に間に合わせたんですよ、こう、立体起動装置を作って、うん、で、当時、まあ、その立体起動装置とか作ってる人とか全然いなかったんで、まあ、ツイッターに、まあ、その作り方とかまとめてあげたら、すごい爆発的に反響を、これがね、本当すごくて、僕もこれで堀井君のこと知ったんですけど、はい、この立体起動装置の、ね、クオリティが半端ないんですよ。堀井さんの作る、その何、造形物のクオリティがすごい。やば、はい、エレンだ、エレン、エレンですね、かっこいい、かっこいい、はい、あ、なんか動画もあるみたいな、はい、あら、見ましょう、見ましょう、見ましょう。そうなんです、この立体起動装置ちょっとこだわりがありまして、うん、どうやって見せるつもり。携帯から、あ、携帯がアナログ。ちょっと、はい、すごいアナログな方法でちょっと失礼
ちょっとニコニコなんだからもうちょっとできたでしょ。ニコニコ動画なぜなんかこうなんか原始的なやり方になっちゃうんですけど。ちょっとカメラ抜けるシュールだな。はい。かな。はい。何？ガスを吹く機能がついてるっていう。わあすげえ。そこまで。はい、見た目だけじゃなくてなんかこういうギミックとかも結構仕込んだりするの好きなんで、はい、こういった原作の再現を頑張ってみました。すごい、はい、すごい、はい、ちなみにこれ作るのどのぐらいかかるもんなんですか。本当でもこの時は進撃愛が爆発してアニメ見てもう 1,2 週間ぐらいで作ったアニメ4月のアニメ放送からもう2話目ぐらい見た時から月末のニコニコ超会議に間に合わせたんで 1,2 週やばすごいすごい、うん、はい、すごいすごいとしか言いようがないわ。すごいです、はい、でそんな造形が得意な、ね、堀井君ということ で、はいはい、フォロワーさんが増えちゃいました。でも、まあ、これがきっかけでフォロワー数が増えた、はい、ってことですね、はい、なるほどなるほど、はい、かなり増えましたね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。はい、参りましょう。こちら春日。あ、これお姉さんですよね絶対ね。春日女子だな女子だな子、ね、誰だ誰ですか。はい、AI 出たー。データ生姜、生姜のお姉さん。はいはい、セントくんだよ。違うでしょ。かわいい。あ、かわいい。これはすごいかわいい。これがコスプレ始めて半年目ぐらいのイベントの写真で、うん、で撮ってもらったのカメラマンさんが上げてリツイートで回ったんですけど、その時に、うん、ある程度フォロワー数がある方、うんうん、ちょっといろいろネットで有名な方がリツイートしてくれて、うん、この子誰？ダンテレイヤーさんって言って、あ、でそれでちょっと増えましたね。じゃあ自分になりました。そうね、ありがとうございます。自分からこう発信したわけではないと。そうなんです。で撮ってくれてありがとうございますって回収しに行ってツイッター見たら急に1000人2000人増えてて、何事っていう増え方をした日がありました。わ、これ見たらね、みんなかわいいかわいい、まあ、なんか間違いなくかわいいっすよね。かわいい、誰が見ても間違いなくかわいい。ちょっとうさこさん雑じゃないですか褒め方が。なんでそんなかわいいかわいいってなんか、ね、距離感近すぎてなんかね。あんま褒めたくないなと思って。ひどい。コスプレイヤーとしてなんかみたいな話してるから。いやいや、でも本当かわいらしいですよ ね、 ね、かわいいですよ。これで増えたということで、はい、じゃあそ次行きましょう、うん、じゃあナイルちゃんどう、あ、ごめんなさい言っちゃった、次どうぞ。地道に、これ絶対ナイルちゃんですよね、最後ですからね。ナイルちゃん、ナイルちゃん、はい、いい言葉ですよ地道に、うん、はい、これそうですね、うん、なんか特にこれが伸びたっていうのがなくて、はいはい、まあ、もうすごい定期的に写真を上げていたら、うん、フォロワーさんがちょっとずつ増えてきたという形なんですけど、そのちょっとずつ増やした中で5万6000人までいったと。はい、すごい、来ましたね、すごいですね。でもなんでか分かんないです全然。なんか自分の中でね、一番そのなんだろう、一番こう力作と言えるコスプレってあるんですか。力作なんかね、この後ツイッター見てね、皆さんが見れるような、ツイッターに上がってるようなね写真あれば。あ、次のテーマあるんですね。あ、じゃあそれはちょっと今黙っといてもらっていいですか。わかりました、ちょっと待っときます。どの、あ、じゃあどれくらいの期間でそのなんだろう、はい、まあツイッター始めてからですよね、はい、そういうコスプレをし始めてからどのくらいの期間かかったんですか、その今のフォロワー数いくまで。あのコスプレするために今のツイッターを作ったので、だいたい4年くらい、4年前のニコ超会議でコスプレ始めたので、はい、そこからちょっとずつですね本当に。じゃあもうその、はい、ね、直接外に足を運んでフォロワーを増やしたり。そうですね、イベントが多かったです、すごく。なるほど。やっぱり女の子こう暑い日も寒い日もイベントに出てこういろんな新しいコスプレすることによってこう地道に ね、 そうですね、だからただ単にねこうラッキーで上がってきた人たちではないんですよ。そうなんですね。だからちゃんと、ね、泥水をすすってね、泥水すすってね、こう顔をこう地べで上がってきたやね。そうですね、なんですよ、はい、じゃあと次行きましょう。はい、次行きましょう。状況、状況すごい、みんな、なんかこれ状況って言ってたじゃん、田舎出身ってバレますからね。これはそんなこと言わないでくださいよ、私なんですけど。じゃあ、はい、もうじゃあ言っちゃう。私です。はい、はい、はい、もともと、まあ、田舎に住んでいて、あんまりイベントとかもなかったんですよ、うん、なんで、あ、確かに、まあ、はい、なのでたまに本当1年に1回ぐらいコスプレするぐらいな感じで、うん、友達たちと、まあ、楽しんでいたんですけど、うんうんうん、まあ、東京に出てきていろんなイベントが あるんだなと思って、まあ、うん、いろんなところにこうちょこちょこ出ていくうちに、まあ、お知り合いが増えて、うん、まあ、それでいろいろフォローしてもらって増えたって感じですね。あ、はい、やっぱり僕も田舎出身なんですけど、
やっぱ田舎の方っていうとやっぱそのなんか違いますよね、全然東京とそのなんか界隈がねのやっぱにぎわい方は全然違いますし、はい、東京来るとやっぱ友達増えますからね。あ、そうなんですよね。だから一緒に、ね、東京出てきて地道に頑張って、うん、泥水をさして、はい、なんでなんでやっぱりこう泥水を吸ったやったんですかそれ。泥水を吸った軍団ということでよろしいですか。ね、というわけでそういう感じで、はい、ゆいちゃん状況ということで、はい、うん、はい、それではですね最後、そこでね最後ガツッと 足を組んでいる、足を組んでいるペンギンさんのね、もっとねの恥ずかしいのかな、恥ずかしいよ、映さないでちょっと、そういうのすぐ映すよカメラ、映さないで。事前にねこちらはちょっと手書きでテンチムちゃんに書いてもらったのが、みんなモニターで出てんのにテンチムちゃんだけ手書きなの。いやそうだよそうだよ、ほんと10分前にスケッチブックお願いします。いい立ち位置だな。じゃあ行きましょう、はい、こちらです。ダデン、カメラマンさんお願いします。元が人気。元が人気、あ、なるほどね。そう、もうね、私ね、もうやっぱツイッターが出来上がった瞬間には、うん、なんかもうちょっとギャルでブイブイ言わせてたんで。もうギャルでブイブイ言わせてましたね。ギャルでブイブイ言わせてたんで、うん、まあ元が人気で上がってきちゃったかなって感じかな。なるほどね、パイセンですよ、テンチームパイセンですよ、本当に。もう芸歴で言ったらね、テンチームパイセンですから。パイセンですから。何やってんの、全然だよ。途中でそこは否定するのか。はい、というわけで最初のお題がフロフォロワーが増えたきっかけでした。ありがとうございます。はい、じゃあどんどんいきましょう。次のテーマはこちらです。ツイッターの投稿で今まで一番反応が大きかったのは。あ、これ知りたいわ。これねちょっと楽しみですよね。これもじゃあいきましょう、どんどんいきましょう、どうぞ。ポケモン GO。 はい、これ誰ですか。はい、私です。おらおら、ナイルちゃん、ナイルさん、はい、こちら画像がね、はい、ありがとうございます。コスプレをしたってことですね。そうですね、あのポケモン GO 去年の夏ぐらいに、や、夏冬、はい、ぐらいに流行ったと思うんですけど、流行りましたね。その時にあのすぐにコスプレ作って、うん、コミケに来て行ったら結構ちょっと目が遠くて見えないんですけど、いいねとかをいただけたかなと思ってます。あ、すごいよ。でもじゃあもう、あ、自分でこれは作ったってことですか。はい、あ、これ自分で作りましたね。そうですよね、早いと出てなかったりしますしね。そうなんです、売ってなくて自分で作りました。衣装綺麗だった。コスプレあるあるなんですけど、うん、あのもちろんね、あ、可愛らしい、可愛い、ぽい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 、クオリティとか、うん、そういうのももちろん大事なんですけど、うん、割と誰が最初にやるかっていうのが割と結構タイミング、まあ、そうそう、だから何人もやった後にめっちゃいいもの作っても、うん、もうやっぱ皆さん飽きちゃってるんで、うん、割とね、そう、もうすぐ作るのが実はすごいですね、それは大事で、そのスピード感がやっぱね大事ですよ。うん、はい、可愛らしい、まあ、ポケモン GO じゃないですか、はい、ポケモン GO という僕の中のイメージで言うと、はい、テンチム GO なんですよ。テンチム GO、 いや、そうなんですよ、テンチム GO はこれとポケモンマスターって一時期なんかアホみたいにポケモンマスター、ね、ポケモンマスターアカウントもテンチムになったら、そうそうそうです。いや、もうやばかったですよ私。ね、ポケモン GO が来て4日4日ぐらいで海流5体作ったんですよ。やばいでしょ。それはすごいと思うよ。毎日毎日朝から晩まで世田谷公園ですよ。もう雨でも世田谷公園ですよ。今もう考えられないでしょ。それでなんかチート疑惑かけられて。あ、こいつチート使ってんじゃねえか。そう、チート、いや、おめえやってみろって感じですよね。あ、もうやってないけどね。みんなやってる？コメントで教えて。どっちでもええけど。破壊光線って言われてる。破壊光線。まあ、ナイルさんはね、だからそのポケモン GO が、そうですね、まあ、自分の中でバズったっていうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう、リゼロ。あ、リゼロも流行る。これ誰ですか、ね、リゼロ。お、ゆいちゃん、はい、と思います。これも画像あるんですかね。行きましょう。かわいい、あら、かわいい。これ見たことあるぞ。これ本当ですか。会場どこですか、これ。あ、これはあのやっぱりナルちゃんと一緒でコミケで、去年の夏コミですかね、うん、はい、夏コミ、はい、夏コミです。可愛らしい。これはもう自分で撮ってもらったってことですか。あ、これはあのそうですね、あのイベント会場に行ってあのカメラマンさんに撮ってもらった写真をツイッターに送ってもらったので、あ、自分で、はい、それを自分で、まあ、ツイートし直して、あの たくさんいいねをいただけたという感じです。これはね、すいません、はい、はい、どうぞ。どうした、うんこみ行ってきていいですか。なんすか、うんこみ行ってきていいですか。
もうやばいっす。マジでトイレゴーしたいっす、本当に。じゃあ、トイレ、スイさん、トイレ、はい、ネタじゃなかったんですね。すごい、リアルなやつ。俺、さっき滑ってんのかなと思ったら。あ、じゃあちょっと行こう。キャラクターマイク置いてね。すいません、行っちゃいましょう。行ってらっしゃい。これフォロワー、フォロワー増える、減るんじゃないこれ。面白すぎるでしょ。まさかのですね。最高なんだけど。なんかね、フォロワー数ってやっぱりゆいちゃんとかいっぱいいると思うんですけど、はい、男女比率というか、男性の方がやっぱ多いですか。あ、男性の方の方が多いと思いますね。はい、よくコメントというかリプライいただくのも男性の方が多くなってます、はい、うん、他の方はどうですか皆さん。多分男性の方が多いかと思います。堀君はどうですか。堀君どっちなんだろう、はい、そう、男性レイヤーは、まあ、逆にやはり女性レイヤーさんとか、まあ、女性の方がファンというかフォロワーさんに増えることが多いんですけど、うん、僕男性のレイヤーの中でちょっと珍しく男性の割合がやや多めなんですよね。というのもなんかその造形とかそういうなんか、あ、そっちですね。そうそう、そういうところで結構男性のなんか方が興味持ってくれてるみたいで、参考にやっぱしたいですからね、上手な方のは、はい、素敵。天ちびちゃんは。私は女性6、男性4、あ、女の子の方が多いです。あ、でもまあ天ちむちゃんはね、そのモデル系とかそっちで、そうなんですよ、なんかメイク動画とかもね、天ちむちゃん上げたりとかするから、そう、最近なんかそのゲーム系でなんか男の人が増えたかなぐらいですね、はい、あ、なるほど、うん、なるほど。生姜はどうですか。生姜はね、男性が9割乗るんかい。9割。生姜ファンは多分 0.05 ぐらいじゃないですかね。生姜ファンいるんすかね。生姜ファンやっぱいると思います。じゃあ仙人くんファンもいるんすかね。じゃあまあないとは言えないって感じです。把握しといて。りょうくんはやっぱ女の子多いでしょ。僕女の方多いですね。あ、やっぱね、踊ってみたのファンの方とか踊ってみたら、この前見て踊ってみた、超かっこよかった。じゃあその話はじゃあなしとして。この前この前かよ、ほんで、はい、結構前からの付き合い。よし、じゃあ次行こう。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。ローアングル、ええ、これ女性であってほしいけど ね、 これ、 ね、あ、これルイ君だったらどうしよう。あ、ちょっとちょっと写真待ってもらっていいですか。ああ、はい、あ、これはもう出ちゃった。あ、ちちらみ、これで、あ、堀井君ですね。はい、堀井君ですね。はい、堀井君ですね。はい、堀井です。はい、コミケでたびたびローアングル撮影とかって問題になるじゃないですか、うん、で、はい、まあ、そこで、まあ、人気外国人巨乳レイヤーさんがやっぱりこう、うん、露出ガンガンでこうね、コスプレしてたら、うん、ちょっと魔が差して僕もローアングル撮影をしてしまったわけですよ。あ、ホリーさんが、はい、してしまった撮る側ね、撮った側 ね、はい、ですね。まとめて言うと完全にネタだったんですけど、はいはいはい、意図としてしたのが本当に見事にリツイートが、はい、ね、はい、ね、ローアングル撮影でちょっと炎上しちゃって、うん、炎上の方悪いことはするもんじゃないなっていう。完全にネタですよ、仕込みですよ。ビリーだし、あれ完全に仕込みなんですけど、面白くて、ね、ね、ね、ネタとして。そうですよね、あれビリーさんの巨乳有名コスプレイヤーが撮っちゃったわけですね。あらわにしてたらもう大変なことになってましたよ。丸出しじゃないですか、あれ、ね、丸出しです、見えちゃってますよ、だってほら。こういうなんかね、こうネタというか、のね、時事的に問題になったのにこう絡めて堀君はツイートしたわけですよ。ね、ちょっとまだ、はい、すごいな、頭いいな、俺も、そ、俺もそれやろう。でも意外とかっこいい写真が撮れてるで、いい写真は写真だからね、これやっぱうさこさんも参考にしてくれればもうフォロワー数バーンと思いますから。そうしよう、よし、機会があればぜひうさこさんの写真も撮りに行かないと。ローアングルでね、いいものをお持ちですので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。ナルト、ちょっと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 、じゃあ俺だったらやらしすぎるでしょ。ちょっと宣伝早くないですか。やらしすぎるでしょ。これは誰ですか。ごめんなさい、私。あ、出た。ごめんなさい、はいはいはい、私です。セント君何なんですか。いや、ごめんなさい、取っちゃって、すいません。宣伝させない。これも、あ、出た。わー、すごい手回り。あ、すごい、そうなんです、すごい。結構最近、今年入ってから2月ですかね、撮影に行った写真をカメラマンさんが上げてくれて、なんかまあいつも通りだろうと思ったらなんかちょっと爆発しまして、初めてあんなに反応もらえたなっていう写真でした。今コメントでもあったんですけど、はい、このセンスどうしたんですか。え、このセンス、え、作ったってことですか、持ち運びのことですか。あ、どっちもじゃあ確かに。これ作りました、的確やな。作ったんだ。作りました、企業で、はい、企業仕入れ。あ、すごい、これがきっかけでフォローしましたっていうコメント流れてました。本当ですか、ありがとうございます。おー、
これはなかなかないですね、こんなサイト。これやっぱね、やっぱナルトといえばうちの藤井亮ですから。ナルトではない。ちょっと宣伝いいですか、宣伝。宣伝というか、この手まりのクオリティはどうですか。これだってめちゃめちゃ高いですよ ね。写真もいいですね、やっぱね、これ、はい、すごい綺麗に撮ってもらいました。ただこれまあ右側半身しか見えてないじゃないですか、はい。左側半身どうなってんのか、ね、気になりますけど。いやもうあっち側ズタズタの可能性ありますよ、ね。でもこれもすごいクオリティ、ね、センスとかもね、素敵ですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後、はい、あれまたずっと足組んでる。そうですよ、足組んでる人、天地めちゃんのが恥ずかしいんだもん、見ないで。見られちゃう。じゃあ僕出しますね。はい、あこっちか、ドン。遊戯王。いやこれリアルに言っていいですか。なんかみんなそのツイートと か、 だから、まあ、その自分の、まあ、何かに絡めたもので伸びてるじゃないですか、はい。うん、私ここ最近なんか4万リツイートぐらいされたやつがあって、それがなんか渋谷にね、なんかまあ遊戯王 の、 あの今 CM でいろいろやってるじゃないですか、かぶり物をかぶって、はい、でその集団が渋谷にいたんですよ、うん。でそれで写真撮って、渋谷に遊戯王の遊戯の集団いるんだがわらわらみたいな、うんうんうん、私一切写ってないですよ。それを書いたら一気に4万リツイートぐらいバーってきましたね。完全に他力本願じゃないですかこれ。そうなんですよ、そうなんですよ。あのよくあの2ちゃんとかで面白いやつあるじゃないですか、うんうん、面白いツイート、ああいう系に取り上げられました。あーなるほどね、はい、バズっちゃったっ、バズりましたね、バズった ね、 あれはね、私全く関係なかったし、フォロワー増えなかったけどね。それは増えないわ。はい、でもね、遊戯王で4万リツイートいくんですよ、まあ、今流行ってますからね。というわけで皆さんの、はい、すごいリツイートが回ったものを紹介していただきました、ね、ありがとうございます。うさこさん参考になってます。え、参考にね、何が一番になりました、その何だろう、きっかけですから。なんかね、割と実はそういうのをいつも考えてるんですけど、はいはいはい、なんかね、恥ずかしいんですよね。何が、どういうことですか。ロアングル撮影、狙った写真とかを上げるのが、あ、おはようとか、地震大丈夫、これから上げづらくなるじゃないですか。地震大丈夫でめっちゃニコニコしてるみたいな、ね、やっぱね、おじさんだからちょっと恥ずかしいのと、うん、まあ、うちの、ね、社員とか上司が全部ツイッター見てるんで、こいつ何やっとるんやと、はいはい、言われちゃいますからね。はい、みんな、あ、まあ、恥ずかしいというか、皆さんどうですか、うん、そういう写真あげるのって、まあ、みんなのね、地震大丈夫、僕見てますけど、うん、地震大丈夫的な、ね、あれですけど。ちなみに、じゃ あ、 あのトイレおじさん帰ってきたんで、じゃトイレの神様帰ってきたんで、トイレの神です。いや、おじさん言うけど、まだ二十歳なんで、ちょっとおじさんだけはね、撤回していただきたいんですけど、ルイ君とか、ルイ君とか、誰がおじさんやねん、あのルイ君とか、自撮りとかあげますか、ツイッターとかで。あ、僕、自撮り割りかしあげますね。ね、やっぱでもあれって、そうなんだ、多分なんですけど、やっぱキャラになりきってたりとか、なんかある程度自分をね、セルフプロモーションしてるから、そんなに恥ずかしくないでしょ。でもルイ君のその、キャラクター見たことあるんですよ、ツイッターで。おー、めちゃめちゃクオリティ高くて、ほんまですか。そうなんです、まあ、めっちゃ嬉しいです。その、なんだっけ、俺フリーのやつ、うんうん、あがめっちゃハマってるっていうか、それ多分初めて見て、すげえいいなって思いました。大丈夫、別の人じゃないよね。いや、絶対別の人じゃない。これは別のルイの可能性が違うでしょ、別のルイなんていないでしょ。 あれだあれだ、なんだっけ、あれだよね、あの子やったよ、赤髪の子やってたやつだ。あ、違うか、あ、黒髪の方じゃないですか、ね、黒髪の方かな、黒髪です、黒髪、黒髪、七春ですかね、七瀬遥か、あ、そうですね、遥かの方だね。あ、まあ、あの時、うさこさんにだいぶ筋肉まだまだ足りないって結構言われたご指導いただいた思いがあるんで、すからね。そんな、あれから僕も加工で腹筋めっちゃかき足してるんで。まあ、わかんないですからね。そうですね、わかんないですからね、見る人は。いやいや、他は皆さんこういう写真とか上げるのは別に抵抗はないですか。自撮りとか、なんかコスプレした上で割り切ってる感じがあるから。え、でも割と皆さん私服でも開けてるの俺見たことあるよ。あ、僕私服で開けたことないですよ。僕は皆さん開けてるの見たことある。恥ずかしいと思ってたら載せるわけないじゃないですか、はい、あ、確かに。逆になんかこうコスプレして撮るときになんかこだわりみたいなのあるんですか。確かに気になる。撮り方ですか。撮り方みたいな。自撮りですね。あ、でもロリコンのキャラだったらめちゃくちゃ顎引くとか。あ、そういうの知りたい。そういうの分かる分かる。私も顎引いて二重顎ぐらいになってるもん、うん、顎引いてってそこアプリで顎押してみたいな。映らないようにするってことですか。なきものにするんですよ、顎を。そう、消す消す。
あ、それがもうロリ系を出す秘訣みたいな。そうそうそうなんですね。あと BP でしょ、 BP どうせ BP BP って内緒あのビューティープラスですよ、ビューティープラス、ビューティープラス、これは皆さん使います。本当に俺中国にねコスプレのちょっと仕事で行ったんですよ。で向こうの人がやっぱツーショット撮ろうツーショット撮ろうって言って一緒に撮るじゃないですか、はいはいはい、でじゃあ僕もツーショット撮ろうとしたらビューティープラス入ってないからこれで撮るなって怒られちゃって、初めてビューティープラス LINE に入れたの、あら携帯に入れたのは中国で入れたんですよ、向こうのコスプレイヤーさんもやっぱりこう自分を変な写真がやっぱ出回ってほしくないから、うん、もうビューティープラスでしか撮らなくて。あ、なるほど、みんな徹底してますよね、やっぱじゃあコスプレイヤーさんそういうこだわりあると思うんですか。あるあるある、皆さんビューティープラスですよ、はい、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次の定義でいきましょう、はい、フォロワーが増えてよかったこと。はぁ、よかったことね。じゃあこの方フォロワーを利用、言い方聞いた、ちょっと待って、ね、フォロワーを利用、もしかしたら不穏すぎる、これ誰、これ誰、じゃあ一回だったらちゃんとこれはね撤回というか、じゃこれ誰ですか、誰ですか、はい、え、僕で合ってます？いや、あ、堀くんね、まあ、なんか利用だなんて言われるとちょっと、ね、人聞き悪いんですけども、いや利用してるよこの顔は、うわー、これはいいね、その笑顔で利用してるな、その笑顔でも実際でも、便利というか、 なんか実際なんか助かったなとか、うん、そういう時はあって、フォロワーさんが増えるとあのツイッターとかでなんか分かんないこととかあった時に、寝ないってどうだったっけみたいな、そういうツイートするとすぐその答えっていうか、あ、そう、それはあります、そういうのがすぐ分かったりとか、うん、あと、例えばイベントとかの時なんかな、例えばお腹すいたとか、うんうんうん、なんか今日ご飯全然食べれてないみたいな、そういうようなツイートしたり、なんか年々忘れたみたいなツイートとかしてる時があったら、うん、なんか差し入れでたまたま届いたり、やらしい、はい、それは利用ですね、利用ですね完全に利用ですね、完全に利用ですね、結果的に、はい、いや本当、フォロワーさんに愛されてるなと、いや本当そうですよね、じゃないと、はい、ね、なんかこれわからないんですけど、ちょっと多分あのグーレカスってちゃんと、はい、いつも教えてくれるだけいいですよね、グーレカスってきますからね、いつも助けられてね、いやこれで、はい、なるほど、という感じで堀君がすごい利用してるということが分かったということで、堀君フォロワーさんを大事にするということで、はい、じゃあ次行きましょう、仕事に、これは誰ですか、はい、あ、キキちゃんどうぞ、はい、いや、まさに今日仕事に、あ、いや、はい、今日、はい、1万人以上いるからこそここの場に入れる感謝、うん、あ、なるほど、はい、ありがとうございます、セント君的なちょっとこう感謝、感謝的な、国民的キャラクター感謝、はい、ちょっと、そう、そんな感じでなんか企業の方とかからお仕事のご相談があった時とかに、うん、そのお金が発生することって大体フォロワーさんが1万人以上目安の方に声をかけてますとか、あからさまに言われることが多くなって、あ、生々しい、あの実際にやっぱ1万人超えてからそういう、うん、まあ、金銭の発生することがだから生々しいな、はい、やべえやべえやべえ、どんどん生々しくなる、いや今までゼロだったんですよそういうのが、本当全くなくもう個人の範囲内で好きなことをしてたんですけど、うん、そういうことも増えましたので、まあ、顕著に数字にね、はい、現れてますからね、そうなんですよね、確かにその分ね自分も頑張れるっていうことです、はい、ね、ありがとうございます、皆さんのおかげです、ね、はい、ありがとうございます、じゃあね、最後にずっとまた足を組んでいる、だって恥ずかしいんだもんここまでが一くだりだった、天気部ちゃんのやつを僕がじゃあ出しましょう、天気部ちゃん、はい、こちらです、はい、ドン、ブランド、はい、これはあれね、例えばじゃあ、まあ、初対面の方とか いらっしゃるじゃないですか、はい、でじゃあツイッターフォローしますねとかいう風に言われた時に、はい、ちょっとどやれません、性格はどういうことですか、フォロワー数が多いとどやれません、なんか戦闘力みたいによく言ったりする、あ、そう、戦闘力、戦闘力、ブラ53万です、やっぱり僕はゴミってことでよろしいですか、1万も言っていないゴミが偉そうにここで来ないと仕事振ってもらえないんで、うさこさんもかっこいいですね、でもね正直僕もね1万人超えたいんですよ、なんでかって言ったら、なんかさ、1万人超えたりとかしてるとさ、なんか紙とかタダで切ってもらってる人いない？なんかもらったりとかさ、それはフォロワーがどうと、ねえ、なんかそういうのありますか？なんかちょっと紙タダで切ってもらう、あ、ルイ君なんかありますか？なんでもないです、なんでもないです、ルイ君、ルイさんはなんでもないです、手挙げたからなんか言って、今のちょっとミスです、なんでもないです、なんでもない、全然なんでもないですけど、なんかありますか？トイレ、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 トイレですか？トイレではない、なんかありますか、そういうなんかお仕事とかじゃなくてフォロワー数が多いよっていうのでなんかよかった、特典、特典みたいな、リアルな、リアルなこと教えて、
なんだろう、あれないの？うん、まあ髪切ってもらったこと、俺やだぞ、髪はとりあえず切ってもらったことはないですね。あ、ないか、はい、そうなんだ。なんかないのそういうの？あ、意外とないんだね。うん、意外と特定。俺がじゃあその髪切るのにこだわりすぎてるだけ。あ、でもむしろこの機会にね、そういう。りょうくんなんかありますか？え、僕は特にないですね。あれはないの？いや、俺も考えてましたけど、うん、なんかここの服着てくださいよとかさ、そういうのないの？あ、はないですね。え、それも美容室とかはそうですか？あれはもう知り合いなんで、あれですけど、まあ友達みたいな感じなんですけど、なんすかね。なんか確かに なあった方が あってほしいですよね。まあまあまあ、というわけでなんかいろいろね、フォロワー数が多いとやっぱ声がかかりやすいっていう、顕著にやっぱり分かりますから、まあ、この人人気者だみたいな、周りから見るとそうなのかもしれないですね。ね、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。じゃあどんどんいきましょう。次のテーマこちらです。逆ですね、フォロワーが増えて困ったこと。困ったこと、これはじゃあ行きましょうか。はいはいはい、面白い話ありそうですね、これ。行きましょう、どう。おたばれ、はい、これはおたばれだーれ、おたばれだーれ、はい、はい、あ、ゆいさん、はい、しんどいじゃあこれっていうのは、じゃあ、割と隠してはいたんですけど、うん、あの職場の先輩に、あのツイッター経由で、はいはいはい、なるほど、あ、これってとか、友達からこれすごい似てるんだけど、これって、え、そうなの、そうなのみたいな LINE が突然来て、ファーってこう、なるっていう。それっていうのはなんかリツイートとかで見られたってことですか？リツイートが回って、リツイートで回って、目に入って、たまたま目に入ったって言ってました。なるほど、はい、はい、じゃあそれはじゃあそれは嫌だってことですよ。あ、まあ、別にあのそのうちバレるかもなと思ってたんですけど、バレた時は、うん、ついにこの日が来たかみたいな感じになりました。ちょっと覚悟はしてたってことですね。覚悟はしていたけどっていう感じですね。これは結果困ったんですか？いや、割と前で、まあ、けど最終的になんかそのバレた瞬間は、あ、来たって思ったけども、その後は普通にあのこの前どこどこでコスプレしてたんですよとか、あの普通にあの話せるようになったんで、あ、まあ、逆に気が楽、ね、いいね、かなみたいなところありますね。バレたっていうこと自体は困ってたけど、実際はこう、うん、良い方向に、ね、あ、そうですね、はい、すっきりしました。皆さんおたばれしてますか？家族とか会社と か, なんかそういう経験がある人います。あ、ルイさん出た。僕、はい、一社目前の前勤めてた会社で、うん、あのカマライブっていうラブライブの男だけでコスプレした合わせがあったんですけど、見ました。そう、あの写真がちょっと会社にバレまして、めっちゃ回ってましたもんね。あれがバレて、お前女装するのみたいな。もともとちょっといじめられてたんで、もうやめましたよ。めちゃくちゃっすよ。その時はじゃあなんかこう自分の中ではすごく嫌だった経験ってことですね。嫌だったんすけど、もういっそすがすがしくなって、じゃあもうちょっとしこりが取れたみたいな。そうなんそうなんです。もう今だったらもううんこ行きますとか言えるんで、おかげさまで。それはすげえ。じゃあ他の皆さんなんですか？じゃあテンチムちゃんとかなんかありそうだけどね、いろいろ。おだわりですか？やっぱ長いですから、そういうの。私一番最初はなんかすごいゲームとかを、まあゲームをするんですけど、すごく、うん、なんかそれを最初隠してたんですよ。だけどなんかなんで好きなことを隠さなくちゃいけないのみたいな。で、私しかもぶっちゃけゲーム上手いんで、自分で言うんですけど、なんで私この FPS 上手いのに、なんか私だってランキング世界ランキング42位ですよ。すごい。バトルフィールドっていうゲーム。やばいでしょ。そう、ね、毎週バトルフィールドのゲームで私海外行きますからね。でぐらいもうね胸張れるじゃないですか。だからなんでその時隠してたんだろうって思って、好きなことを隠すのは良くないって思って自ら言いました。私は。まあ、好きなこと隠すの良くないですよね。でも自分の衣装めっちゃ隠してますよね。今日めっちゃ隠してますよね。これはちょっと恥ずかしいの。なるほど。あ、今日恥ずかしい。今日恥ずかしい。なるほどね。どうしよう、女みたいになってきちゃった。いつも男っぽいのに。はい。じゃあ次行きましょう。次行きましょう。と、吐血。これやばいんじゃないの？やばいやばい。やばいよ、吐血。死んじゃう。これ、あ、堀井さん。はい、うん。あ、これ、これも4年ぐらい前の出来事だったと思うんですけど、ちょっと働きすぎて、夜中に吐血して救急車で運ばれたっていう事件がありまして、はい、突然のなんかそれだけ聞くとちょっとなんか重たい話のようにするかもしれないですけど、まあ、その後で、そのツイッターでその DM が来てて、それ確認したら、さっき運んでたのって堀井さんですよね。ええ
どういうこと？どういうこと？つまり、その救急隊員の方がフォロワーさんだったっていう、ちょっと本コアで、それはすごい、超気まずくない？厳しかった？いやでも後からは分かったね。でもあまあ、怖い。どんな気持ちでした？救急隊で吐血して運ばれてる時に見られて分かられてたってことですか？そうですね、後からだと、まあ、その時に声かけられててもちょっと吐血してますけどってなりますもんね。で救急車の中で声かけられててもちょっと気まずかったかもしれないですけど、いやでもまあちょっと先ほどの話とかとも被るんですけど、まあフォロワーさん増えると、まあいつどこで誰に見られてるか分かんないなっていうのがやっぱ出てくるんで、まあ普段のなんかそのね行動とかにも結構気を使うようになっちゃうなっていう。はい、でもまあ結果往来で、まあその方まあ結構まあファンとして結構よくしていただいたりとか。困ってなくない？それおや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 、はい、お題が、はい、困ってはなくない、まあ、本人というかその娘さんが結構僕の熱心なファンだったらしくて、はい、じゃあこんなね、そんな、はい、そんなこともなかなかの事件だと思いますけどね、はい、すごい。なんかフォロワーさんの中ですごい人がいるとか、うん、なんかこういう人とつながってるよとかあります？あー、どうなんだろう、皆さんフォロワーさんなんかなんだろう、ね、違う職人やってる方とか絵師さんとか、うん、なんかね、ゲームこんぐらいの人とかあんまいないみたいだよ皆さんその一緒にそのフォローし合うっていうのは大体コスプレの方々が多いってことですか？そうですね、そのまあ、ツイッターを使うときっていうのはなんかいないの、オバマとかさ、オバマオバマね、そういうのいないの？いないのオバマ。あ、でも私、まあ、あの弟にフォローされてるらしいです。自分で把握してないそれ、ね、把握しないの怖いよね。わかる。実家帰ったときに、いや見てるぞって言われて、うん、何よ、もう白を着る想像したらいや年中仮装しやがってよみたいなこと言われて仮装って言われる。あすいません、やっぱ田舎なのでちょっとそういう文化がなくて、 あ、はい、あ、そうすいませんねみたいな仮装ね、はい、なんかすごい人だと多分本当に皆さん有名な方なんでいろんな人がフォローしてくれるとは思うんですけど、うん、なんかフォローされてあの嬉しかった人聞きたいですね。この人にフォローされて嬉しかった、フォローされて相互フォローして嬉しかったとかね、ツイッター使ってればあんまりいないみたいです。あ、いた、来た、どうぞ。なんかケビンさんっていうめっちゃマッチョな人がいて、はいはいはい、なんかケビンプロテインとか出てる、いますね、ケビンさん、ボディービル系のすげえ人がいて、はい、うん、なぜかこのマッチョかっこいいなと思って飛んだらフォローしていただいてて、そうと思って、ね、自分もフォローしてってことですか？あ、違います、僕フォローしてなくて見に行ったらなぜかフォローされてて、フォローさせてしまってると思って、それめっちゃ焦ってフォロー、あるあるですよね、自分がこう素敵だなと思った人のところに飛んだ瞬間向こうにフォローされていますって字が出た時の嬉しいやつだ、喜びです、はい、あります。ただそこでフォローバーした瞬間にたまにフォロー外すやからもいるんで、そういうやつはもうみんなシュワーと思って、あれあれ、それはなんでなんですか？それは分かんなくないですか？うん、どういうんですかね、ほんまあれは。あ、分かんないんだ。分かんないですけど、何か外すんですよ。追いかけたいタイプなんですかね。そしたら僕、まあブロックしますけどね。即即ブロですよ。それはブロックあ、なるほど。ツイッターいろいろありますからね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次のお題、こちらです。トイレ臭い。これルイ君じゃないの？これ前で言うとルイ君になっちゃいますよね。これ誰？ちょっとないんですか？これ誰ですか？なんか手挙げづらいんですけど。セント君か？何ですか？トイレ臭いって。なんか説明をさせていただきたいんですけど、はい、結構ツイッターを始めて1万人超えたあたりの頃って、うんうん、まだ指針というか渋谷ナウみたいなのとか、うん、どこどこナウ何食べてるみたいな日常のことを書いてた時があって、うん、その時に、私の個人的な感想なんですけど、渋谷駅のトイレ臭くないですか？あー、わかるわかる。渋谷駅のトイレ、そう、渋谷交番の近くの、交番の近くのトイレがすごい臭くて、八王子の、わかる。で、あそこが臭いっていうツイートしたら、あの、ほんと3秒後ぐらいにそういう不快になるようなツイートしないでくださいっていう、うわ、来た、あるあるある、なるほどね、あるある、そういうなんか不快になるようなこと、不快に思う人もいるんですよ、タイムラインを汚さないでくださいっていうのが連投されてバンバンバンってきて、トイレ臭いだよと思って別に変な話、そういうことですね、発言、そう、発言にちょっと制限が出てきてしまう、そうなんですよね、だからトイレ臭いともつぶやけない世の中になってしまったと思って、だからフォロワー数が増えるとつぶやくことも考えなきゃいけなくなっちゃう、そうなんです。なんかそんな、ね、こと皆さんあります？そんな同じようなことがあった時って、そのなんかやっぱツイートする前に、あ、ちょっと気にしてみよう、なんかこう思われちゃうかもな、じゃあこういうちょっとツイート変えてみようみたいなことあったとか、
か内容はそんなにいいですけど、はい、あの時間すごい考えるようになりました。あ、通知がいっちゃうから深夜にツイートしちゃうとみんな起こしてしまうみたいな。通知をオンにしてる方にちょっと気を使うっていう。そうですね、優しい。なんかルイさんありますか？いや僕はもうむしろ夜中につぶやきまくって多分世の中のたくさんの人を起こしてると思うんですけど逆に自分もそれ面白くなっちゃ う, そうついつい書いちゃうんですけど僕はあんま気にせずどんどんつぶやきますね。あ、でもそのタイプですね。もう嫌いだったら外してくださいって感じ。男らしい、男らしい、男らしい、うん、もうありますか他？他皆さんあれば、うん、なんだろう、画像を何かツイートするときに、うん、4枚あのツイッターって画像を載せられるじゃないですか。あれの載せる画像の構図とか表情があまり被らないようにした方が飽きないかなと思って、あの見る人をやっぱりもうちょっとまあ楽しませるというか。あ、そうですね、違う角度ようにはしてます。あ、でもそれは素晴らしい。りょうくん、なんかありますか？僕ですか、なんか最近になってなんかつぶ、なんかなんだろう、例えばテニスしました、はい、ゴルフしました、はい、サッカーしましたとかつぶやくと最近スポーツしかしてない人にしか思われないとかはありますね。ああの最近スポーツ、はい、スポーティーですねって言われるけどいや俺なんなら時間一日の時間で考えたらスポーツしてる時間の方が短いんです毎日してるわけじゃないし、毎日してるわけじゃないから、まあ、そこがなんかちょっと、まあ、伝わり方変わるよねって思ってますけど、あ、まあ、でもそのぐらいですから別にそんな大して気にはしてないですけど、ゴルフしたらゴルフしたらいいしですね。はい、じゃあ次行きましょう。こちらです。鼻くそさっきから、なんなんすかさっきから、わ下品なのが多いな。困ったことですよ。僕です。はい、ありがとう。ルイさん完全に俺下品な人みたいになってるんですけど、まあ、置いといていいそこは、はい、そう鼻くそなんですよ。なんですよじゃない、なんかどういうことってなんかまだ地元が岐阜県なんですけど、うん、そこでちょっと電車乗ってて、まあ、田舎の電車って全然人いないんで普通に鼻くそをじっててもまあ見られないんですようんうん、うん、って思って今もさすがにやんないですよ、うん、普通に鼻くそをじってやってたらツイッターで、うん、今日丸々駅から丸々駅の間でルイさん鼻くそをじってましたよねリプをいただいて、うわ鼻くそもほじれない世の中になった思うだそれからもうなんか、うん、お酒飲んでから外出る時とかもすごい気にするようになって、そう酔っ払ってすごいお姉さんに絡んでたらまた書かれるのかなとか。どこで見られてるか。さっき堀さんも言ってましたけど、はい、どこで見られてるかわからないということですね。そうですね。そういう状況ですね。ね、なのに今うんこ行きますとか言っちゃうような感じですね。どこを気にしてどこを気にしないのかはちょっと。言ってしまえば今もしたいんですけど、下痢なんですよ今日。あれ2回目行きたいと思います。レイくんねちょっと喋りすぎ、それうんちについて喋りすぎ、あかんかん。あ、そうですね、なんか、まあ、普段皆さんこう活動してるのはやっぱコスプレをした格好での活動になるとは思うんですが、私服の時とかに気づかれる方いらっしゃいますか？まあ、テンチムちゃんとかね、あ、それ気になる。リョウ君とかは普段、まあ、私服が多いとは思うんですけど露出が、うん、皆さんやっぱ普段コスプレイヤーとしてツイッターやってる方が多いので、うん、私服で気づかれる方、あ、ルイ君またルイ君手を挙げたからね、じゃ気づかれます？なんか原宿でクレープ3つ買ってましたねとか、あとなんか羅針盤行った時に姫宮通りのおまんじゅう6個買ってましたねとか、いや数個買うんすねそれさ、多分さ同じ人なんじゃない？ずっとこう張り付いてる人がいるから、ストーカーが、それじゃない？やばいやばい。そのあれですね、だからそのやっぱりコスプレイヤーさんってコスプレしてるイメージが強いから、僕もそうなんですけど、コスプレイヤーさん見た時にコスプレのイメージ強いから、私服の時ってどう映るのかな、逆にね、ギャップになるのか。そうですよね、他の人気になりますけどね、全然なんか分かられなくて、逆にもうちょっと分かってほしいなって思うぐらいで、あ、普通にコスプレしてる時に楽しく仲良くなった相手とかにもなんか後でそのコスプレしないと気づかれなかったりすることが多くて、はい、なんか元すごいなんか薄い顔してるっていうか、メイクで結構変わるタイプなんで、はい、でもホリーさんはね、普段だって私服出したこともないっていうこと。そうですね、普段はツイッターとかでそのオフの状態を出してないのもあって、うん、はい、あ、かっこいい、かっこいいな、やっぱりね、うん、僕一個いいっすか、はい、僕こうなんか普段こうね、一応こうおしゃべりしてるじゃないですか、はいはい、でまあ、あ、うさこさんだって、まあ、まあまあ言われるじゃないですか、うんうんうん、すごいやっぱり皆さんこう丁寧に接してくれるんですよ、うん、あ、うさこさんこんにちはとか、はい、うさこさんおはようございますって、うん、見てますよとか言って、で僕私服になるじゃないですか、うん、そしたら僕って気づいてない時に、なんかの時にこう喋った時とかにめっちゃなんかね、
雑なんですよ。丁寧じゃないとか、人柄が。だからうさこさんの返し方が雑ってことですか。違う、そうじゃなくて、なんか要は、なんかこう、うさこっていうので話してたこう人格があって、普段そんなキャラクターじゃないですよ。全然こう、仕立てじゃないって言ったら言い方変ですけど、なんか喋り方も、なんか誰にでもこう、なんかタメ口だったりとか、なんかこう、なんていうんですかね、ちょっと言い方がちょっと僕も下手くそで伝わってないかもしれないんですけど、なんかこうやっぱりこう人ってこう裏表あるんだなっていうのが、コスプレして変身してると、その時とのなんかギャップがね、そういうこと か、なるほど。それって最後にネタバラシしたりするんですか。実はうさこなんですけどねって最後にしないしないですよ。なんか寒くないですか。実は僕うさこなんですよっていうの自分からなんか俺、ね、本当は有名だよみたいな感じがちょっとあれなんで、それはしないんですけど、でもやっぱ垣間見ますよね。なるほど、やっぱそっかあるんですね、じゃあ最後恒例の天智部ちゃん行きましょう、どんどん、まあ、これはみんなと同じですね。同じなんですけれど、すっぴんでば、日常ね、はい、日常です。日常のなんか見バレがわーってのがあって、今までで一番やばい見バレは、あのとある日、もう数年前ですよ、はい、あの美容整形外科に行ったら美容整形外科の誰か の、 あの 看護師さんですか、あの女の方、受付の方が知らんすけどの裏垢みたいなところで、天智部今日来たみたいな、怖い怖い、これはねちょっとねびっくりしましたね。いやーきついなそれ、すごいですね。そうなんですよ、やばくない、やばいでしょ。タレントさん言うてええのかって来ましたけど、天智部ちゃんは何やったか分かんないじゃん。なるほど、いや、いっぱいありますから。でもそういうのちょっとえぐいですね。今えぐいレベルですよね。結構ね、えぐかったですね。あとはなんかその例えばお仕事の方で男性の方とご飯行く時とか、あの本当に仕事関係じゃないですか、だけど、あ、彼氏いたんすねみたいな、傍から見たらね、二人でご飯食べれたら、なるほど、見られちゃうっていうことですね。そうそう、とかかな、ね、そういうのありますよね。あんまりだからこう、ね、知らない人のツイートをあんまり鵜呑みにするのは良くないですよね。そうですね、僕いつも心がけてるんですけど、やっぱいい話は鵜呑みにする、悪い話はちゃんと話半分にする、そうするとやっぱ心が平和になりますね。やっぱネット界隈はそういうの大事ですよね。やっぱそれ、それすいませんね、ちょっと1万も言ってないゴミみたいなやつが偉そうなことを言って、いいな、今日それ全部オチになるからいいな。はい、というわけでなんかいろいろねこう、はい、皆さんの素敵な意見を聞かせていただいたんですが、はい、今どれぐらいですかね、そろそろですかね、はい、というわけで、はい、あっという間、楽しい時間はあっという間で、みんなもうちょっとね、アコスタ会場から公開生放送でニコニココスプレクション in アコスタ放送してまいりましたが、残念ながらお時間の方に早いですよなってしまいましたがですね、せっかくなんで最後にお一人ずつ、感想の方を聞かせてもらいますので、じゃあ僕じゃあ当てていきましょう。じゃあ最初ナイルちゃんからお願いします。はい、みんながどんな経験をしながら今コムコムにいるのかとかが聞けてすごく面白かったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあルイ君いきましょう。はい、急にトイレ行ってすいませんでした。なんか僕こういうの出たことなかったんでめちゃくちゃ楽しかったんで、またぜひ、なんかすごいね、なんかすごいやっぱなんか心こなんかいろいろ持ってる人だなって分かったから。何がですか。まだ若、まだ若いし、これからですよ、これからですよ、面白いすぎでしょっていう。これって告知ありですか。あ、もうなるほど。日にちも会場も忘れてしまったんですけど、はい、今度アンスタの紅茶部のコスプレ写真集をちょっと出そうって話になってて、あの詳しくは僕のツイッターからよろしくお願いします。フォロワーを増やそうとしてね。またそうやって増えるんじゃないの。それ言っちゃダメです。はい、ありがとうございます。なりちゃんごめんね、なりちゃんなんかありますか、告知。何もないです。何もない。じゃあツイッター見てください。でも今のでも増えるかもね。あ、かわいいって。いやもう何もないから張り付いとこうっていう人が増えるかもね。あ、じゃあ次堀君お願いします。はい、はい、まあ皆さんのすごい興味深い話とかもたくさん聞けて、すごく今後の参考にもなりました。まあ、すごい楽しい放送だったので、また機会があればぜひ遊びに行きたいと思いました。で、告知なんですけど、はい、来たる、今月末29日30日幕張メッセニコニコ超会議、いくつもういくつですっけ、超会議
聴会議あナンバリングはじゃあとりあえず聴会議2017ですね。2017です、はい、はい、2017で、コスプレエリアの方で、まあ、毎回恒例となりつつあるんです企画でコスプレアイテム体験コーナーっていうのをやらせていただいてます、うん、はい、で今回も、まあ、その自作コスプレイヤー我々がその自分たちで作ったその自慢 の, その武器とか鎧とかそういうものが展示してありまして、それを誰でもその場に来た人たちがコスプレイヤーの方もそうでない方も自由に触って遊んで写真撮って楽しむことができるっていう、そういう誰でも楽しめる企画なんで、よかったらぜひ遊びに来てほしいです。2日間と思いますのでお待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあゆいちゃん行きましょう。はい、今日ニコ生初めて出たんですけど もうすごく楽しくて、いろいろ皆さんの経験聞かせてもらって、まあ、いろんな意見があったり、まあ、苦労されてる方もいるんだなと思いながら楽しかったです。で告知なんですけども、私写真集などを自分で作っているんですが、それ の, 通販が始まりました。ツイッター の, プロフィールのところに書いてあるので、よかったら見ていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ黒子キキ行きましょう。はい、今日はありがとうございました。ツイッターでよく見てた有名な方々ばっかりで緊張してたんですけれども、皆さん優しくて温かい番組だったなと思いました。なんで笑うんですか。いいこと言おうとしてるじゃないですか。はい、でフォロワー100万人目指してこれからも頑張ります。素晴らしい。頑張れ。お黒金黒金いけ黒金、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にセント君押したいっていうねもうコメントもありますから、ありがとう。押してください。はい、じゃあ、はい、天智部先輩に最後言ってもらいましょう。いやーやっぱ最後まで見てくれた方には今日そういうキャラで行くんだね最後まで。そう、okay、最後まで見てくれた方にはお礼としてやっぱなんかしなくちゃいけないと思うんで、これは今日はずっと座ってたんで最後ぐらい頑張って立ちたいと思います。全身見せて正面から、ゆっくりね、ついに全身がゆっくり回って、ね、正面見せたと後ろから見せて、ね、ここでいい、恥ずかしいから、うん、いいよね、そこで立って言われ、ゆっくりね、ゆっくりゆっくり回ろう、ゆっくり、はい、はい、こんな感じです。いや、じゃあ見せて、ちょっと後ろ後ろ、恥ずかしいからね、逆に後ろはダメ、恥ずかしいから、ほらすげえコメント、いや、みんな見たいですよ、コメントに一周回りましょう、一周回りましょう、ですよ、そこでホリー君のローアングル、いいですか。いや、これは危ない、超エッチ、これバズってください。はい、みたいな感じです。今日もご視聴どうもありがとうございました。ということで、私の YouTube もよろしくね。じゃあね、ありがとうございます。はい、じゃあリオ君最後感想お願いします。はい、ですね、まあ2ヶ月ぶりの、ニココスだったんですけれども、まあ、久々に僕もコスプレして、やっぱりコスプレイヤーの皆さんとねこう話を聞けると、コスプレイヤーがやっぱ自分の中でも深まっていくなっていうのは分かったので、これからもコスプレを楽しんでやっていきたいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日じゃあ僕も最後に、じゃあ皆さんね、はい、すごい1万人超えということで、うん、もうすごいいろんなご意見を参考にして、僕もあとは泥水をすすって1万人を超えるようにこれから、ね、頑張っていきたいと思いますんで、うん、よろしくお願いします。もうなんか変な感じですけど、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで次回のニコニココスプレクションはなんと4月29日30日の本家ニコニココスプレクションステージの方になります。こちらですね、ニコニコ町会議という幕張メッセでたくさんニコニコ動画を地上にこう具現化したというか、いろんなイベントがあります。その中にも、コスプレのエリアがございますので、皆さん遊びに来ていただいてコスプレしても遊べますし、コスプレ以外のところもとても楽しい場所がたくさんございますので、ご家族でも友達同士でも恋人同士でも遊びに来てくれたらなと思っております。皆さんぜひ29日30日は、幕張メッセの方でお会いしましょう。もちろんニコニココスプレクションでもお会いしましょう。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一人だけ毛色が違う。